ティノ。ティノは今初めて車に乗ってます。これからどこ行くの？2時間かけて。2時間はかかる？わかんない、パパが2時間。本当言ってた？言って、多分ね、多分天空の城ラピュータ、ラピュータに行きます。あれ、みーちゃん、これ蚊に食われちゃったの？ここ、赤くなってるよ。かゆくないな。かゆっ、かゆやばい。よいしょ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 。いいの。初めてだね。ヘビ？コースだね。あ、見えてきた。見えてきたよ、みーちゃん。いいの、ハーハー言ってね。すごい綺麗じゃん。ちょっとみーちゃん、ポーズして。はい、チーズ。はい、オッケー。よいしょ。はい、いいなー。すごい？こっから落ちたら死んじゃうよ。うわー、なにこれ。アドゥさん。うわー、やばい、やばい。ウェルカムドリンクはココナッツウォーターです。すごい景色。トリップでシード面にあるラピュタヴィラっていうところに来てます。もうね、とにかく景色が最高で、もう360度この景色ですよ。この景色わかる？伝わる？これに天空の城ラピュタみたいなところなの。お部屋もこういう感じで、タラーン、キングベッドがあって、ここにドレッサーで、
オーガークローゼットみたいになってて、ここもしたら窓からね、朝起きたらこんな景色が見えますよ。ここにね決めた理由は、ワンちゃんと泊まれるホテルっていうことでね、今今日はゴマちゃんとティノも一緒に、ここをシャワールームでトイレ、こんな感じです。はい、ワンちゃん整えるね、壁がない、ここがリビングね、ドリンクバーはお水とコーヒーとか紅茶があります。そしてここの景色も、こっちはサンセット側だそうです。ここでお茶飲んで、めちゃめちゃ風が涼しい、はい、そこはなんか傘とかもあります。でこっちの部屋と、あとこっちにも部屋があって、はい、こんな感じで蚊帳で、ここオープンなんで扉がないです。あのカーテンは、カーテンだけ閉めて寝てます。はい、部屋の作りは左右同じですね、こんな感じで。でこっからの眺めもすごいいいビューですよね。ひなちゃん楽しいね。はい、でここに子供が寝れそうなソファー1個ある。はい、キッチン、キッチンがある、あっち、うんうん、オッケー、後で見るね。そしてこの上もね、ちょっと後で紹介します。はい、ここで手を洗ってちょっとゆっくりココナッツウォーター飲もうかな。ここを降りていくとキッチンがあるそうです。よいしょ、あ、結構降りるんだね。よいしょ、キッチンにはお水とかミキサーとかトースターとか冷蔵庫も何個入ってます。食材がここで朝ごはん作ってくれるのかな。で自分でもここでなんか作っても大丈夫だそうです。長く泊まっても大丈夫ですね。こっちにもあるね、出口が。いやー、それにしても、あ、ここボイラーがあるってことは、お湯のシャワーがいるね。あー、すごいところに作ったよね、でも。で、ミユのサンダル描くの？ん？ちょっと。自分の？ミユとサイズが一緒だから。すごいね。ねえ、崖になってる。気をつけてよ、ミュー。落っこちないようにね。入れるかな。包丁持ってくればよかったな。あ、でももっと大きいのあります。ある？あ、切れた。はい。てかカッティングボードがあるって。今からちょっとウェルカムドリンクを見ながらスナックタイムだね。スナックタイム。いやー、それにしても景色が最高だね、ゆうちゃん。こういうホテル初めてじゃない？壁がない。壁ないよ。あるよ。ほら、ないじゃん。ほら、壁あるじゃん。これは壁だけど、うん、壁あるじゃん。ベッドの前壁ないじゃん。いただきますして。なんか、ちっちゃいお皿とかない？下にあるよ。
聞いてきて、親に。うん。グンさんのオブさん。いらない。バースデートリップ楽しみまーす。サプリはいらない。ここら辺の周りはレストランとかないので、今日はヴィラの中でチーズボードを用意して、これからみんなで食べたいと思います。これジュースでしょ、これ。うん。冷えてる、冷えてる、冷えてる。景色が見えない、ちょっと。あの、違う、光が反射してる。これも、あ、見えてる、見えてる。お母さんは？こんな感じ。ゆうちゃんは？ごめん。ビールみたい。ありがとう、ハッピーバースデー。みんなでいただきます。はい、ピノ、お座りは、お座りは、お座りは、はい、待って、はい、お手は、おかわ おかわり、はい、伏せ、待てだよ、みーが言っていい、はい、いいよ、待てだよ、待てだよ、いただきます。いいなぁ。おいしい、おいしいですか。おいしいね、よかったね。ママいつも笑顔でありがとう。うん、パパから。
うん、で、こっちが面白いよ、うん、じゃらーん。なにこれ、自分好き。かわいい、みゆちゃんのパスポート遍歴。大きくなったね。かわいい、ありがとう、みーちゃん。いいえ。I love you。 満月です。満月じゃないか、でも結構綺麗に見えます。こんな感じで美優ちゃん眩しいね。すごい景色だね、ここね、夜も、うん、全部光ね。あの今霧がかかってるのね。しようか、どうしようか、何をウィッシュしようかな、何をウィッシュしようかな。イエーイ、ありがとう。おしりでポン、おしりでポン。全然痛くない。そんなわけでラピュタビューはすっごい素敵なビラでした。ちょっと今日雲が多いけどすごい景色も良くて、また来たいと思います。じゃあ帰ります。素敵なバースデートリップでした。ありがとう。いやー、テレマカシー、いやー、シュー、いやー。